はい、今回は、吉田光則さん、ミッドフィルダーをね、務めてらっしゃいました吉田さんについてね、まあ僕らは吉さん、吉さんって呼んでたんですけども、吉田さんについて、語らせてもらいます。で、吉田さんに関してはですね、僕は結構なんていうのかな、なんていうのかな、親近感が湧くというか、まあ、失礼な話なんですけども、それなんでかっていうと、吉田さんってずっとヤマ発動機っていうね、ジュビロの前身でありましたヤマ発動機でプレイをなさってたんですけども、僕まあ静岡で育った関係もあって、ヤマハっていうのはもう静岡っていうか浜松がね、本拠地だったので、まあ、常にその日本リーグ、当時は J リーグありませんでしたから、日本リーグの試合を見るっていうと、やっぱりヤマハの試合が多かったんですよね。ですから僕はその代表でお顔合わせさせていただく遥か前からそのヤマハの試合をずっと見てたっていう関係もあって、吉さんのプレーはもうずっとこう、子供の頃から見てたっていうイメージがあるんですよね。だから、こうなんていうのかな、初めてね、チームに呼んでいただいて、同じね、チームで合宿するってなった時に、あ吉田さんだっていうかね、あ、ヤマハの吉田だっていう、なんかそこ、子供の頃ってほら、呼び捨てで呼ぶじゃないですか。ですから、その、あ、ヤマハの吉田だっていう風な感覚で、最初、接したっていうかね、いう印象がすごく強いんですよね。で、吉田さんって非常に貴重な左利きで、非常に線は細いんですけども、まあ、その中でも非常にこう、なんていうのかな、当たり負けしない、プレイヤーだったなというふうに思ってます。で、予算ってすごくね、物静かなんですよ。本当にこう、冗談言ってるところとかっていうのはもう本当聞いたことがないぐらい、もうなんか本当におとなしい、ね、優しい先輩なんですよね。なんか怒るって、怒ったりすることあんのかな、この方っていう。いうようなぐらい非常にこう温厚な方なんですよね。だからドーハの時に招集されてたメンバーでいうと、一番最初にも言いましたように、ものすごい個性の強い方たちが多かった中で、すごくなんていうのかな、こうおとなしい控えめな方だったんですよね。でもオフトの中では非常にね、貴重な戦力の一人として試合にもたくさん出てましたし、大事な場面でね、素晴らしいプレーというのもいっぱいなさっておりましたね。だから僕はもう本当に子供の頃からずっとこう見てた方だったんで、なんかちょっとこう同じ、それがね、同じそのチームと選手としてプレーするっていうかね、行動を共にするっていうのは何かこうちょっと不思議な感じだったっていう印象が強いんですよね。で、一応そのみんな J リーグになるチームの中から招集されてる中で、唯一その吉田さんと中山さんだけがジュビロから来てらっしゃったんで、いわゆる今でいう J2 みたいなところから招集されてた2人だったんですよね。残念ながらジュビロっていうのは最初の、J リーグ開幕当初の10チームの中に入れなかったので、ですからこの吉田さんと長野さんだけはそのなんていうのかな、日本リーグというか JFL みたいなところから来てるっていう扱いだったんですよね。で、またその吉田さんもあのチームの中では結構年齢が上だったっていうこともあって、確か吉田さんはプロになってなかったと思うんですよね。当時そういう選手って非常に多かったんですけども、プロになるかそのまま要はその社会人として、いわゆるその会社員っていうんですか、として席を置いたままプレーをするかっていうような選択を当時は迫られる方が非常に多かったんですよ。僕が所属してたね、日産なんかでも、やはりプロにならずにっていう方も何人かいらっしゃいましたし、まあ、金田さんとかねがそうだったんですけども、そういう方がね結構当時は各チームにいっぱいいらっしゃったと思うんですね。で、吉田さんも確か、プロにならなかったと思うんですよね。日本リーグっていうか会社にその席を置いて、プレーしてた一人だったと思うんですね。まあですからどういうのかな、で、僕すごく覚えてるのは、あれイタリアだったかな、イタリアですね、イタリアに
キャンプで行った時だと思うんですけども、まあ皆さん例えば日本にね国際電話をかけたりとかするときに皆さんも部屋の電話でかけたりとかしてる中で、吉田さんは非常に何て言うのかな、堅実にというか、向こうでもねいわゆるテレホンカードみたいなのが売ってたんですね当時。でそのテレホンカードを買って、もう例えば1日5分なら5分、1日10分なら10分っていうふうに決めてですね、家族にこう電話をしてたっていうのをね、まあ、いわゆるそのホテルについてる国際電話がかけられる公衆電話みたいなやつで、テレホンカードを使って電話をしてたっていうのが、非常にね、印象に、残ってるんですよ。だ非常にその、なんていうのかな、堅実というかね、倹約家といいますか、非常に家族をね、大切に、なさってた、方だなっていうのを、非常にね、こう、印象に残ってるんですね。でそんな非常に優しくて温厚な吉田さんなんですけども、実は裏の顔としては競馬が大好きっていう、もう大体ね僕らの試合がある時って土日が多かったんですけども、僕ちょっと競馬やらないんで分かんないんですけども、競馬もなんか土日に結構なんていうんですか、そういう大きなレースとかも多くて、で吉田さんは多分ねそういうなんていうのかな、大きなレースはね、必ず買ってらっしゃったんですよね。で、吉田さんと大竹さん、もうとにかくこの競馬好き、もう必ずこの二人は馬券を買ってたっていうイメージがあったんですよね。で、もう、試合が終わると、いち早くバスに戻って、バスについてるテレビで競馬を、こう、まあ見てたのが吉さんと大竹さんだったなっていうふうに、僕は記憶しております。まあね、非常に何て言うのかな、吉田さん、皆さんがねこう思ってるような人がそのままなんですけども、そんな中で唯一かな、わかんないですけども、持ってらっしゃった趣味というか楽しみが競馬だったんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ僕もね意外だったんですけども、とにかく競馬好きで家族思いで、非常にもう温厚で優しい、もうね皆さんもそれは多分見たままだと思うんですけども、まあそういった素顔を持ってらっしゃったのが、吉田さんでした。本当に当時はお世話になりました。